351回目の日々食日記はですね、お昼久しぶりのこの紅鮭がゆ、見てください、100円というのが、これがお買い得だったので、買って、でガセリ菌のヨーグルトと一緒にいただきました。でだいぶ涼しくなってきましたので、今シーズン初の湯豆腐というか、常夜鍋みたいな、簡単に作りまして、マリシマでございます。でですね、スーパーでビールが少し安くなっておりました。10月1日からこういうあのビール類は安くなったんですけれども、第3はちょっと高いのかな。また